大志教駅は、神奈川県川崎市川崎区大志河原の2丁目にある、京浜急行電鉄大志線の駅である。駅番号は、KK25。駅名は、近隣で玉川を渡る橋の名に由来している。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。両、ホームとも地上との間は、エスカレーター、階段及び、小島神殿よりにあるエレベーターで結ばれている。 上りホームには待合室が設けられている。当駅異性の地下化に備え、東門前方の地上への勾配は暫定構造となっている。地上駅時代も相対式ホーム2面2線を有し、ホームはほぼ東西に伸びており、小島新田型に構内踏切を有していた。かつては列車の折り返し設備として、上り方の線路側に3番線があり、 1980年頃までは、これを使用して、川崎競馬開催日に、京急川崎から当駅止まり及び、小島新電業の列車が交互に運転されていた。また、近鎌では、駅東側で、道幅の広い産業道路と交差する長い踏切があり、タモリクラブの踏切特集でも紹介された。 2020年度の1日平均上高人員は8445人である。利用者は1990年代後半には減少傾向にあったが、2000年代に入ると横ばい、2010年代には増加傾向となっている。その中で定期外利用者数は増加しており、1990年代に7割を超えていた。 定期利用者の比率は2004年に65.6%まで低下している。近年の1日平均乗降乗車自認推移は下表の通り。なお、川崎市統計所と神奈川県県西洋欄の数値が多少異なっていることに留意されたい。周辺は住宅地となっているほか、工場も多い。駅の北側を国道409号が東西に 東側を産業道路を呼び、首都高速横羽線が通過し、北方に大市出入口、大市 JCT が立地する。国道409号の北側には、多摩川が東西に流れ、産業道路は川を大市橋で越える。大市橋は、徒歩や軽車両で多摩川を渡る手段として最も、川口よりに位置している。大市橋の北詰めを進むと、 当駅から約2キロメートルで京急空港線大鳥駅に至るがある。駅前のバスターミナルに川崎鶴見臨行バスが運行する路線が乗り入れている。駅名解消に合わせ2020年3月14日に停留除名が産業道路駅前から大市京駅前に変更された。当駅周辺の国道409号上にあるバス停で 特急以外はすべて川崎鶴見臨港バスによる運行。地元からは産業道路という駅名を解消してほしいとの意見が上がっており、2010年の段階では大四線の地下下に合わせて駅名を地元の町名である大志河原野に解消する要望が上がっていた。2018年9月、京浜急行電鉄は当駅の駅名を変更することを正式に決め、 小中学生を対象に新駅名の公募を実施。これをもとに検討が行われた結果、2019年1月26日に新駅名が大司教駅に決定し、2020年3月14日に駅名解消が行われた。ありがとうございます。